こんにちは、クリエイターズジャパンの浩平です。今回はドンとしたアニメーションの作成について解説をしたいと思います。アニメや漫画でドンと出る演出やシーンがありますが、今回はそれをプレミアプロで作成していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。ドンとしたアニメーションの作成に複数の工程があるんですが、そちらを一つずつ順番に解説していきたいと思います。まず前準備としてカラーマットを用意していきたいと思います。プロジェクトパネルで右クリックを押して新規項目からカラーマットを選択します。そしてこのようなパネルが出ますが、何も設定は変えずにこのまま OK ボタンを押します。そうするとこのようなカラーピッカーが出てくるんですが、ここでカラーマットに使う色を設定することができるんですが、今回はこの白色でやっていきたいと思いますので、このまま OK ボタンを押します。今回はこのまま OK ボタンでいきます。ではプロジェクト画面にこのカラーマットが追加されたので、これをドラッグ&ドロップでシーケンス画面に入れていきます。そうすると画面いっぱいに白色のカラーマットが追加されました。では次にテロップを打っていきたいので、こちら横書き文字ツールをクリックして画面の中央でクリックします。そしてテロップを打っていくんですが、ここでドンと打っていきたいと思います。今はこのような細い明朝体になっているんですが、ここでフォントを変えていきたいと思います。エッセンスラグラフィックスのテキストをクリックして、ここからフォントを選んでいきます。では今回はキルゴユーカナオーというものを使っていきます。キルゴユーというフォントは映画やテレビでも使われている、とてもポップなデザインが印象的なフォントなんですが、今回のこのどんなアニメーションにもとてもマッチしているので、今回はこのフォントを使っていきたいと思います。では今度はこのテロップを中央に配置していきたいので、エッセンスのグラフィックスにこの整列と変形という項目があるんですが、この整列の横にあるこの水平方向に中央揃え、こちらをまず1回クリックして、その次に右側にあるこの垂直方向に中央揃えというものがあるんですが、こちらもクリックすると、ついさっきまで中途半端な場所にあったテロップがこのように綺麗に真ん中に配置されました。ではこれでドンとしたアニメーション作成の前準備ができました。では次にこのタイムバーが今一番左側、フレーム数でいうと0のところに来ているんで、これを少し右側に移動していきたいと思います。ではタイムバーを20フレーム移動したこの場所に配置していきます。そしてここに合わせてこのテロップの先頭もこのタイムバーに合わせます。では次にこのタイムバーをさらに右に15フレーム移動します。だいたいこの辺りが15フレーム目になります。ではこのタイムバーを先頭にフレールテロップのアニメーションを追加していきたいと思います。フレールテロップについてはこれまでの動画でもご紹介していきましたが、今お見せしているサムネイルのこの動画でフレールテロップの作成について解説しております。フレールテロップに関しては様々なアニメーションやエンタメ動画の作成にもめちゃめちゃ使う頻度も高く、おすすめなアニメーションなので、アニメーションの作成からプリセットの保存で使い回せることなどもご紹介しているので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。では今お見せした動画で作成したフレールテロップをプリセット保存しているので、今回はそちらを使っていきます。エフェクトパネルを開いてプリセットをクリックすると、ここにフレールテロップがあるので、これをドラッグ&ドロップでテロップのクリップに入れます。そうするとここにフレールテロップで作成したキーフレームが追加されました。ただこのキーフレームが今このクリップの一番先頭に来ているので、この先頭を今配置しているこのタイムバーの場所に移動してあげたいと思います。ではエフェクトコントロールパネルでこのキーフレームをドラッグでこのように青く全て選択した状態にします。そして同じようにドラッグ&ドロップでこのようにキーフレームを全て移動できる状態にして、タイムバーの先頭に合わせます。これで今タイムバーとアニメーションの先頭が重なりました。でなんでこの15フレーム目でアニメーションを追加するようにしたかというと、この先頭のアニメーションから左側、この15フレーム分でドーンとテロップが拡大してインパクトのあるアニメーションを作っていきたいので、今からは左側の15フレーム分のアニメーションを作っていきたいと思います。ではタイムバーをもう一度テロップのこの先頭の部分ですね、ここに合わせます。そしてこのエフェクトコントロールにあるこのスケールのアニメーション、こちらをオンにします。そうすると今ここで一つ目のキーが追加されました。そしてタイムバーをまた右に戻して、フレールテロップのアニメーションの一つ目のキーフレームですね、こことタイムバーを合わせます。そしてスケールの数字を大きくしていきたいので、ここの数字を変更します。では今回は2つ目のキーフレームは160の数字で設定していきたいと思います。そしてエフェクトコントロールパネルにあるこの回転という部分ですね、
ここの数字を少しずらしてあげるとこのようにテロップを斜めにずらすことができるんで、ここはキーフレームは打たずに少しテロップを斜めに配置してあげたいなと思います。では今回はマイナス20度ぐらいでやっていきたいと思います。では角度まで決まったらスケールの左側にこの三角のこのボタンがあるんですが、こちらをクリックします。そうするとこのようなグラフが出てくるんですが、ここでリニア曲線を調整していきたいと思います。では2つ目のキーフレームをクリックして、この下にあるこのハンドルをこのようにビッと伸ばしてあげます。今回はこのようなリニア曲線を作成しました。これによってこのドンという文字が大きくなるにつれて、このスケールが拡大されるスピードが徐々に減速するような動きを作ることができました。今度はこのテロップに衝撃波を追加してあげたいなと思います。ではシーケンスにあるこのクリップを一つ上の V3 に移動します。そして今度はこのクリップをコピーして先ほどあったこの V2 に配置します。では次にコピーペーストしたこの2つ目のクリップ、こちらのアニメーションを作っていきたいなと思います。このクリップにはフレールテロップのアニメーションは必要ないので、エフェクトコントロールパネルのこのアニメーションのオンオフのスイッチがあるんですが、こちらをクリックするとこのような警告が出てくるんですが、このまま OK を押します。そうするとフレールテロップのアニメーションが消えました。そして次にこの V3 のクリップに一度移動して、スケールのキーフレームを2つ打ちましたが、この2つ目のキーフレームにタイムバーを合わせます。ではこのキーフレームのタイムバーが合わさった状態で2つ目のこの V2 のクリップを選択します。そしてこのクリップをドラッグアンドドロップで右に移動して、クリップの先頭をタイムバーに合わせてあげます。そうすると今ここにテロップが2つ重なっているような感じになっているんですが、ここでこの V2 のクリップですね、このクリップのスケールを V3 の2つ目の数字に合わせてあげます。では V2 のこのスケールが今100になっているんですが、この数字を V3 に配置したこの2つ目のスケールのサイズですね、160に設定しているので、この数字を V2 の1つ目のキーフレームの数値に変えてあげます。なのでここを100から160に設定します。そしてこのまま2つ目のキーフレームに移動して、ここのスケールを大きくします。ではここの数字は220に設定します。はい、そうするとちょっと文字が重なって見にくいんですが、大小サイズの異なる2つのドンが追加されました。では次にこの V2 の不透明度を変えていきたいと思います。エフェクトコントロールパネルの下にあるこの不透明度という項目があるんですが、ここのアニメーションをオンにします。そして不透明度の数字が今 100% になっているんですが、こちらを 80% に変更します。そして2つ目のキーフレームを打つんですが、その2つ目のキーフレームの場所はこのスケールの2つ目のキーフレームですね、ここにタイムバーを合わせます。そしてこの場所で不透明度の2つ目のキーフレームを打つので、この数字を80から0に変更します。はい、そうするとまず1つ目のドンが拡大されて、拡大が終わった瞬間に後ろで2つ目のドンがさらに拡大しつつ衝撃波を残しながら消えていく、そういったアニメーションを作ることができました。では最後ここに集中線を追加していきたいので、2つのテロップをまたさらに1つずつ上に移動します。これで V2 に空きができました。そして今回ここで使うのがこのようなフリー素材サイトから拾ってきた漫画のような集中線のアニメーションの動画を使用します。ではこの集中線の動画をドラッグアンドドロップでシーケンスに入れていきます。そして集中線の動画はこの2つ目に作ったこのクリップの先頭に合わせてあげます。ではこれで一度動画を再生していきたいと思います。はい、集中線と衝撃波、そしてフレールテロップを使うことによってドンとした迫力あるアニメーションを作ることができました。ではドンとしたアニメーションを作成し終わったら、今度はこれを動画に入れていきたいなと思います。ではまず今作成したこの4つのクリップがあるんですが、これを全部選択した状態で右クリックを押して、こちらのネスト化を選択します。そうするとネストされたシーケンス名を変更することができるので、ドンとしたアニメーションと名前を付けておきます。そしてこれで OK ボタンを押すと、これで今作成したアニメーションが一つのクリップとしてまとめられました。そしてネスト化されたこのアニメーションのクリップをトラックの上の方に配置してあげます。そしてその下のトラックでドンとしたアニメーションを追加したい画像や動画を追加してあげます。今回はジャパニアの画像を用意しました。そしてこのアニメーションにエフェクトを一つ追加してあげたいんですが、そこで使用するエフェクトがウルトラキーというエフェクトになります。
エフェクトパネルでウルトラと検索します。そうするとここにウルトラキーというエフェクトが追加されたので、これをドラッグ&ドロップで先ほどのネスト化したこの緑色のクリップですね、ここに入れてあげます。そうするとエフェクトコントロールパネルの中にウルトラキーが追加されました。そしてウルトラキーの中にこのキーカラーというものがあるんですが、このスポイトをクリックしてドンとしたアニメーションのこの白色の部分をクリックします。そうするとこのドンとしたアニメーションを下の画像と合わせることができます。ただこの状態で動画を再生してしまうと下の画像とか動画を綺麗に映し出すことができません。なのでこのウルトラキーの下にあるこのマットの生成というものがあるんですが、この左側のこの3区のボタンをクリックして、この透明度というものがあるんですが、この数字を 45% から 100% に変えてあげます。透明度を 100% にした状態でもう一度動画を再生してみたいと思います。はい、これでドンとしたアニメーションとそれを使いたい画像と動画を綺麗に合わせることができました。このドンとしたアニメーションを使い回す際はプリセット保存するよりかはアニメーションを作成したシーケンスを別のプロジェクトファイルに入れてあげると、そこで使い回しすることができるので、このドンとしたアニメーションのためだけのプロジェクトファイルを作っていただけたらいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はドンとしたアニメーションの作成について解説しました。ぜひ迫力あるドンのアニメーションを作ってみてください。また動画編集を始めたい方やアフターエフェクトなどに興味のある方はクリエイターズジャパンの公式 LINE を登録していただくと6日間無料の講座をお届けしているので、ぜひそちらも受け取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。